ブザンソン包囲戦は、フツラン戦争中の1674年4月19日から5月22日にかけて行われた、フランス王国によるブザンソンの包囲。1672年に開戦した、フツラン戦争は、その2年目まで主に、ネーデルラント連邦共和国を戦場としたが、1673年に、反フランス同盟が結成され、さらに、 イングランド王国が1674年2月にフランス支持を撤回するとフランス軍は撤退を余儀なくされた。1674年春、フランス王ルイ14世は軍勢7万を率いてフランスコンテに侵攻した。ルーボア公爵はサランレバントドルを落としてからブザンソンを攻撃しようとしたがボーバンはブザンソンを先に落とすべきだと進言。 結局、ボーバンの意見が採用された。4月26日に、ブザンソンに到着すると、ボーバンは、大砲36門を、ブザンソンの西にあり、城塞を長望できる、商談ルサンに設置しようとした。大砲は夜中、ラバと兵士によって山上に運ばれ、それ以降、ブザンソンは、絶え間なく、フランス軍の砲撃にさらされた。ブザンソンの町は5月15日に、 城塞は22日に降伏した。ブザンソン包囲戦の最中、フランス軍の軍医エティエンジェモレルが負傷による、出血を止めるために止血体を使い、止血体が初めて使われる例となった。ありがとうございます。